広い広い広い。よし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 。ざまあ見るのだろ、こっちゃん死ぬのだ。石川先生、これが誉れです。これこそ誉れ。先生、あれよ。先生、これ見てください。馬の足跡です。石川、そしてクロード。え？二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。諦めろ。死んでない。石川先生、石川先生、マジっす石川先生。お前を追え。ここは食い止め。え？石川先生、マジっすか？共にどっち行ったの？待てよ、おら！石川先生が仕留めると言ってたのに、俺が仕留めていいのかこれ。ともえ、逃げ場はないぞ。おい、ショートカットするぞ俺。ショートカするぞ。お前何わかる？見失ってしまう。大丈夫、ショートカ、ショートカ。ショートカ。大丈夫、ショートカしてるから。見失わぬ。この境地に。どこまで逃げるつもりだ？あ、ちょ、こっちま、走れねえんだ。やばい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 。はいはいはい。ジーン、これショートカットすると、あの、足が遅くなる空は。追いついてごらんよ、高いの。あの女、あの女、必ずやぶちおかしてやるでござる。必ずや追いついてぶちおかす。トモエ、なんだあいつ、え、なんか直立してんだけど。え、トモキ、え、なになになに。あ、こいつか弓。え、カウンターされる。酒井陣だね。酒井陣だよ。弓取るの邪魔してたのこいつ。違うわ。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。トモエ、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。何を？お前のスリーサイズか。油断する、刺される。私のようにね。何？中間はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。え？お前の負けか。味方もいない。一人だ。お前もな。下ろせ、トモエ。私はヤソラシができるぞ、トモエ。え？なぜ飛び降りた。下に何かあるぞ。共に落ちた場所。どこに消えた。海だ。先生に伝えねば。先生、私も飛び降りるべきかこれは。先生、共に今助けるぞ。え、え、なんか逆にめんどくさいことになっちゃったけどこれ。共には、共にはどこだ。じゃあこれ、じゃあ生きてんじゃん。先生、共には生きておりまする。ここから落ちても死ななかった。つまり、トモエはまだ生きておりまする。石川先生、生きておいでだったとは。どうだった。トモエ飛び降りた。私を殺さず、トモエは逃げました。お主、逃がしたのか。怒んないで、怒んないで。飛び降りたんだよ。そうなんだよ。からくだらん芝居に引っかかりよって。え、悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ事よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。裏切りそうだもんだってこいつ。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。いやいや、疑っちゃうよ俺。疑っちゃうよ。ともえは諦めておらん。はい。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。やったぜ。はいはいはい。 いや、石川先生は結局信用していいものか。いや、でも初めて私のクロードたる戦い方を認めてくださったお方、やはり石川先生こそ真に慕うべき師なのであられるぞ。あ、マサコッチ、何あのかっこいいポーズ。 CD のジャケット撮影。あー、かっこいいっす。いいジャケ写撮れますよ。あ、ちょっとジンが今バイブレーションした、バグって。マサコ殿、いつからいらっしゃるのです。 CD の撮影でな。来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。見つけましょうぞ。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。パカー。グーシャ、開けた場所は避けるぞ。こっちだ。は、参りましょうぞ。まさかの、こちらから突入するのです。お前は向かうと聞いたが、いつかはわからん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらん。ええー、館に出入りしていたが、
盗みを働いてな、悪いやつですね。報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。懲らしめましょう。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。はあ、しばらくここで過ごすやもしれん。じゃあ来たら教えてよ。俺他のとこ行くから。来たら教えて。雅子殿、あれをめっちゃ待つじゃん、夜まで。昔の姿のそら、そらバレるぞ、そんなとこ行ったら。ではないか、そら、でしょ。奴らも組みしておるか。そら、あ、見向きもされない。おい、うちの空を、空を見て見向きもしないとはどういう奴らだ。わしが谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。うむぎで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。あ、そら、おい。身を任せる。谷の道は狭い。上から後をつける。あ、俺どっちつった？俺どっち？兄、おい、兄ってこっち？兄こっち？おいおいおい。弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうとせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。これ全然バレないでござるな。このままついてっても全然わかってねえなあいつ。酒をよこせ。二度と群れに来るなと言ったな。ヒッペ、お前か。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。おおおおおおお。あいつめっちゃ嫌われてんじゃん。何様のつもりだ。あいつめっちゃ嫌われてる。石川先生みたい。雅子殿を探そう。雅子殿、こっちだ。そんなところにいたでござるか。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるの。おえー、これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。は。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。鏡、奴らに見つかる。そいつとはどこで。浜に来るよう言ってやる。奴は二つ返事で家来も連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生。雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに雅子殿のめっちゃ悪口言われてるでござるよ。引き抜いてやる。抑えて。今抑えるでござる、雅子殿。あいつらもうやっちゃいましょうよ。やっちゃいましょうよ、雅子殿。どうせお前最後に発狂して殺すんだろ。どうせお前最後に発狂して殺すんだろ。もう今やっても変わらないぞ。待って、ここお辞儀できる。お辞儀ゾーンだから、お辞儀しよう。ペコリー。そうすると、ああ、魚ピチピチ。おお、あ、標的見失っちゃうって。やばいやばい、めっちゃ移動するやんけ。待て待て、魚を見ていただけでござるよ。一人で来るって話じゃん。念のため連れてきたんだろうさ。なになになに、猛虎だ。え、あれ誰、猛虎じゃないの。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおもら族か。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おお、やられてるやんけ。私の獲物を。雅子殿落ち着け。雅子殿、もうはぁ、ほんまほんまつっかえ。雅子殿、ほらクロードの方、うん、やりゃー。雅子殿が強戦士となろうなものなら、我もまたクロードの方で強戦士となろう。おら、てめえも悪いだ。おい、雅子殿行くでござるよ。あー、ちゅう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 。あれ、もう終わり。いや、最後の一人か。大丈夫、大丈夫。畜生、死におったぞ。文があると聞きました。持っておりやも。文、文、私は族のムクロを調べてみます。ふみよ、ふみふみ、族のムクロを調べる。何かあるかもしれないな。金を持ってるかもしれないのだ。おい、浮いてる場合じゃねえぞ、てめえ。おい、ふみだ、ふみだ、ふみふみ。うむぎの入り江で大村という男に会うであろう。この男は私を脅迫している。殺せ。
今すぐには払わぬが、任が終わり次第、礼を払おう。マサコ殿、マサコ殿、あったでござる。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。うん、脅しは不要、沈黙を守れば麦に謝礼を届ける。その時、謝礼とともに十分な礼をいたす。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのか。なるほど。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まさこ殿、ま、休みましょう。私は休みますよ。おいおい、すげえな、この寺、大海寺。ああ、黄色い鳥ちゃん、母上、私をどこへ導く気でございますから、母上。降りて平気？降りたらヤバそうじゃない？危ねえ危ねえ危ねえ。これ滝なら、降りて平気か。よっこいしょ。ほらーよーしよしよし、下までやってこれましたと。ってめっちゃ食らった。え？はい、マサコ殿、そっちか。マサコ殿のめちゃくちゃダメージを食らってしまいました、私。めちゃくちゃ痛かったぞ。あ、よいしょ。マサコ殿、お待たせ。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。なんでそう。奴も犯人の一人だ。梶原の家はこの地下。あ、枯山水が。坊主が場所を知っており、枯山水の上歩かないで、まさかの。それでは私が聞いてみましょう。わあ、すごい、これ枯山水だこれ。おお、足跡つけちゃダメだよ、ジーほら。枯山水荒らさないの。わあ、ちゃんと足跡つく。わあ、これつくの大変なんだって、枯山水。枯山水好きなんすよね。俺こんなことするやついたらマジ許せないわ。ジーン、ダメだろ、そんなことしたら。お前ラーメン屋の店主みたいに腕組んでるな。自信あんのか、ラーメンに。純真、無事で何よりだ。純真じゃん。若い様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で。もういつも怒ってる、雅子殿。あやつを殺めるのではありません。いや、殺める殺める。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。いや、そういうやつ一番怪しいんだって。雅子様は我をお忘れなのでは。純真、話をする。殺しはせぬ、安心してくれ。本当にお話をするだけだ。本当本当、俺信じてくれ、信じてくれ。俺はもう誉れ高き侍なんだから、絶対殺しはしない。うわー、殺しそう、この背景。家族思い、すげえ殺しそうじゃん。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。おう、ありがとうなす。ありがとうなす。それで道沿いに浜へ参ります。雅子殿、殺しに行きましょう。梶原になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には癌として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる、なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと、責められる覚えがないぞ。梶原の正体は残虐な男。ほう。かつては館の下なんでな。有能ではあったが、いかんせん君近であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。DV 男じゃん。館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。は、見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。参りましょうぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。
行きますよ、雅子殿。あなたまた突っ込むんじゃないでしょうね。梶原と話せ。猛虎兵を倒せ。猛虎兵いっぱいだ。混乱の矢を打ち込んで、鎮ぜよう。よし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 。いけ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 。お前は強戦士となるのだ。戦え。戦うのだ。戦わなければ生き残れない。ここで、お、あいつ強い。待って。ここで俺がすかさず、毒矢を放つ。あれ倒してない。あやべ、外した。あいつめちゃくちゃ強いぞ。あいつようやっておるわ。あやつなかなかによくやってくれておるわ。あ、なんかめっちゃやられてる。そこディヒューンって。炸裂矢が強い。炸裂した。おお、なんだ。てめえ、俺に歯向かう気か。強すぎる。まさかの飲み道だ。何今の一撃で死なぬとは。貴様なかなかエンチャントした。エンチャントすんじゃねえよ。やばい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 。ヌンくらい。これこそ誉れある武士の戦い。まさかの助太刀出す。まさかの強いぞ。まさかの私が守りまする。ヌン、やりましたね。は、一家は小屋におるやもしれません。梶原おるか。梶原おるか。おらぬ。真新しい布。布ではない、絹だ。どちらでも一緒です。一階の漁師が買える品ではないぞ。なるほど。え、死んでんじゃん。死んだんじゃないの。あ、背景で見たやつ。もうこの兵具ではなさそうだな。自害した。漁の道具です。どっちかが梶原なの。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。もうこが殺したのでは。ならば梶原のムクロはどこだ。あやつ、自分の妻子に手をかけて、かけおったか。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやも知れません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。追いましょう。いや、砂浜だから足跡くっきりだよ。どっち、こっちの方。梶原か。ファイティングポーズだ。間違えるのポーズだ。雅子様、猛虎に襲われ、妻と娘。嘘をつくな。僕も抜け抜けと。嘘をつくな。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは。お前は自分のことしか考えておらぬ。俺、ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよい。答えれば楽に。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし。おいおい、盾つかないほうがいいぞ。食わす銭にもなったり。盾つかないほうがいいぞ。路頭に迷わざるを得なかったことを。言わんこっちゃない。あれ以上は聞くに耐えん。すべて出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。サダオを見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。あ、あ、空がお食事してる。かわいい。おいしいか、空。お力になれず、かたじけのなさります。謝罪などいらぬわ。役立まさことの落ち着いて。ならばあるいは。そうかもな。まさことの、あれ、お見苦しいところを。どうしたの。またまさことのになんか突っ込まれたの。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない。俺が話そう。そうだ、純真。ありがとうございます。純真、黒幕説でないか。村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では純真、すべての黒幕説だったな。純真でしょこれ。絶対純真だって。これ純真が黒幕だよ。こいつがすべてを操って足立家を潰そうとしていた。見えたぞ純真。また後に貴様の首を私が狙わせてもらおう。雅子殿、どこへ。あちら、雅子殿。雅子殿、何か分かりましたか。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった。
盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう、なれど。詮索はしてくれるの？もちろんです。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか？あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。クソ女ですね。そやつの名はマイ。あ、マイちゃんは可愛い。マイちゃんは可愛いと言ったな。盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。なるほど。裏切られ傷ついたのは私だ。かわいそうに、マサゴ殿、おいたわしや。来たぞ、マイだ。マイ、浪人もおります。密やかに近づきましょう。どれ、ちょっと可愛かったら私の嫁に向かいよう。マイちゃん、おるか。おーい、おー、 4P か。 4P だろあれ。隠れて近づけったってさ、これ以上どうやって隠れて近づくんですかこれ。もういいでしょ。もういい、もういい、近づいた、十分近づいたよ。ジン、オッケーオッケーオッケー。下からじゃないの。いや、ダメ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 。どうやらこっちからが一番いいようでござるな。あ、確かにここならススキで隠れられる。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる、だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売る。なんてことだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。すぐ殺そうとする。舞が傷ついてしまう。もうジンク、すぐ殺す。見つからずに倒せ。見つからずに浪人を倒せだ。見つからに決まってんだろ。まあ見つからない方法がな、一個だけあんだ。ま、見つかりたいのか、隠れろ。いや、まあ、見つかんない、見つかんない。大丈夫、大丈夫、大丈夫っす、大丈夫っすよ。あの、ススキノハラに入ったら一人ずつ、一人ずつ殺して差し上げますからね。私の煙玉の威力を舐めない方がいい。気づかれるぞ。え、殺していいでしょ。これじゃダメなの。これでいいでしょ。これでいいでしょ。誰にも気づかない煙玉。おい、俺の煙玉一発無駄になったんだが。やっぱギリギリチンレースみたいなとこあるから気づかれるぞ。大丈夫です、雅子殿。この距離ならしゃがんでればバレませぬ。まあ、雅子殿はバレるかもしれませんが、この距離なら絶対にバレませぬ。我が装備、あ、あ、あ、こいつが気を抜いておるな。私がやりましょう。なんでこいつらさ、一人いなくなったことに気づかないんだろうな。近すぎる、近すぎる。はい、舞ちゃんの顔を見るまではもうちょっと近いとこ行きたいな。舞ちゃん可愛いんかな。あ、でも可愛くなさそうだな。名前だけだ。もういいっしょ。もう連殺したらよくない？もう連殺したらよくない？もう連殺しようよ。でもなんかチームワークが乱れてる。めちゃくちゃチームワークが乱れてる、こいつら。めっちゃチームワーク乱れてるぞ、こいつら。連殺しましょうよ。ぎゅーん、ぎゅーん。やりましたね、雅子殿。やりましたね。なんで気づかないんだ、あいつら。これでもう一人殺せればいいんでしょ。これでもう、これやっちゃっていいですよね。気づかれるぞ。まだですか、雅子殿。もういいでしょう。もういいでしょう。俺の女房も変異するぜ。それが女、女は坊主の寺へと飛んでいきますが、坊主は気づくや否や金の下に隠れました。女は火を吹金を溶かそうとしたところ、ジン、迫れ。雅子殿、もういいでしょう。舞と話せ。あ、今今今じゃない。もう今ならやれるんだ。まさこ殿、まさこ殿、まずいでござる。お守りせねば。まさこ殿、お守りするのはこの我よ。まさこ殿、危ない。
こんなおらまさこ殿下がっているでござる。ここは私が引き受けた。まさこ殿、まさこ殿に手を触れるな。よし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 、へいへいへい、よぶっさファイティングポーズだ。ジン、マイと話をしたい。どうせ切るぞ。お待ちしました。どうせ切るぞこいつ。あ、ちょっと可愛いんじゃない。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。何、そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。教えろ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので。本当、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだ。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。俺が別れの挨拶をして。俺がいいんすか。そのまま取って逃げるってことあるよ。茂みに隠してある。ほんまかいな。これ、あ、ある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 。よいしょ。わ、武士23。え、ただの武士だけど、これ大丈夫。全部俺のものにしちゃうよこれ。あ、こっちか。あー、足立家の笛、こっちが本物か。なるほどね。かつて、雅子が孫と一緒に吹いてた竹笛、これは思い出だ。そういえば仁君が代わりに笛吹いててあげたところありましたからね。雅子殿、あったでござるよ。あれ、もう行ったの。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。嘘つけ、どこに去ったんだよ。仁、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。なるほど、分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出まかせ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。雨だ。ものすごく雨だ。